ほらほわはい、じゃあね、ご飯食い終わったんで最寄り駅周辺でね、 YouTube 撮ってきます。ドジ元だよね誰かに会わないか不安だけど、まあ、その時はその時だよね。じゃあ行ってきます。ということで今 YouTube の撮影中なんですけど、まあもちろんね、高校生人気最近すごい好調で、高校生の方々はすごい声かけてもらえるんですけど、まああと JK にはめちゃくちゃ笑われるんだけど、なんかね、リスナーさんと思われる方がね、差し入れ飲んでくださいとか言って、ウィーダーインゼリー、プロテイン入りのやつもらいました。はい、ありがとうございます。後で飲みます。はい。今日の撮影疲れた。じゃあね、家帰ってきたんでご飯食べてこれからジム行きます。結局遅刻かよ。おっ、ほらほあったかいんだから。はい、ということでお疲れ様でした。今日ですね、昼間にラップの動画をね撮ってたんですけど、ドジ元で撮影しました。普段はね声かけられないんだけど、今日あのシングレット姿だったんで、結構なね人たちに声かけてもらいました。高校生が多いね。まあ小学生にもね、あの人何みたいな言われちゃったんだけど、しょうがないよね。で、まあトレーニングもやって、まあその後、まあ友達がね、飯を奢ってくれて、シャトーブリアンって肉初めて食いました。いやー、すんげー柔らかいな、あれな。もう多分一生食うことはないと思うんだけど。やることをやった後のこの疲労感ってのはね、すごい心地よく感じますね。今日も、まあ昼に起きて、またラップの続き取り行きます。で、その次の日もね、企画だ。大変だ。今週先は飲まないな、きっとな。ちょっとそんな時間ねえわ。まあそんな感じで今日は閉めます。じゃあおやすみ。おっ、ほら。疲れた。昨日のトレーニングのあれなのか、まあ4時間ずっと外歩いてたからなのか、よくわかんないけど、めちゃくちゃ疲労感がすごいですね。倦怠感がすごいです。でもね、これからちょっとまた YouTube 撮ってくるんで、頑張んなきゃですね。もうね、カメラマンの子ついてるんで、急ぎましょう。30人ぐらいのクラブを作ってるから、そこから金を出してやる。わかんない。あそこに、ほら、芝生のとこあるんだよ。あそこ入っていいんだよ。まあ、いいんですけど、今日はここで。あそこ。まあ、ちょっと今日はここで撮影したいんで、ここでやってるんですけど、時間があれなんで、そろそろ、すいません。全然いけん。ちょっと時間がないんで、すいません。はい。A, I got 7.Go to heaven. 実はですね、家に電気ゆで卵器ってのがあるんですよね。まあ、俺今飯食ってる最中なんだけど、卵のケツに針を刺してこの中セットしてここに乗せると、そうするとゆで卵できるんですよね。便利ですよね。ちょっとやってみよう。で、上にすると、こんな感じ。明日のね、企画でまた茶番劇撮るんですけど、まあ、今度はね、昼間に屋外でやります。で、そのちょっとね、台本をちょっと考えてました。明日はね、これ、パパッと撮っちゃいます。今ね、トレーニングから帰ってきたんですけど、昨日ね、デッドリフトだけやって帰ったんですよね。だから背中の日、まあ、デッドだけじゃ足んないだろうっていうことで、今日プルキュアのトレーニングやったんですけど、なんだろうね、まあ、記録に挑戦しないトレーニングってやる意味あんのかなって思っちゃって、僕、コンパウンド種目、まあ、デッドとかスクワット、ベンチプレス以外の種目っていうのはね、あんまり数字にはこだわってなくて、いかに効かせるかとか、まあ、ちょっと、まあ、自分なりに考えてやってんだけど、デッドなしの背中のトレーニングってもう全然気合入んなくて、ラットプルダウンだけやって、
頑張って帰ってきたんですよね。どの部位にも1種目は記録に挑戦、回数に挑戦する種目っていうのを自分の中で決めてやるのがいいんじゃないかなって、まあ、昔から思ってんだけど、つくづく痛感しましたね。なんで今日はもう帰ってきた。はい、これでマイク入るようになったんで、じゃあ何くんだっけ、本間くんだっけ。本間くんはどっから見てるんですか。あ、そっか、あんまこれ YouTube 載るからな、あんま個人情報自己開示しない方がいいかもしれない。ほんと、ああ下2年生の時、まあ、記録は同じぐらいだったかな。ちょ、何メーターか忘れたけど、まあ、40メーターぐらいはやったのかな。俺強肩っていうかね、体重乗っけてぶん回してるだけだから。あ、ちょっと待って、一回切る。おーいえ、羽賀くん、今日も一日お疲れ様。それではここで一曲歌います。愛に気づいてください、僕が抱きしめてあげる、窓に映る切なさは生まれ変わるメロディー。ララ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 ラ広がりのやつ、庭立つっていうやつ。はい、ということでお疲れ様でした。本当はね、俺たくさん言いたいことあるんだよ。ご飯食べ終わった後に、今日は雨だからさ、外で撮る企画があったんだけど、まあ、潰したわけよ。だけど、まあその人とね、連絡、こんな早朝から取り合って、で、カメラマンどうするとかいろいろ考えてさ、もしその女の子が来れなかったら別の企画何やろうとか、いろいろ考えてんだよ。今日はね、まあそんなぐじぐじ言ってもしょうがないからさ、まあね、一言でさ、まとめると、おっぱおっほら、ほぼ。はい、皆さん、おはようございます。急なんですけどね、ちょっとここで皆さんに決意表明したいなと思っていて、今年はね、コロナウイルスのせいで、まあ僕の出ようと思っていた大会、まあボディービル、あとパワーリフティングも含め、まあすべて中止になってしまってですね、まあ非常に悔しいよね、思いをしたんですけども、来年のね、神奈川県ボディービル選手権、まあやると思うんですよ。なぜかって、それは、まあ、僕の所属してる団体が JBBF って言うんですけど、まあ、JOC、ジャパンオリンピック C はちょっとわかんないけど、まあ、その団体の傘下にあるんですよね、JBBF ってのは。だから、来年オリンピック開催されるじゃないですか。開催されるってことは、まあ、ボディービルの大会もその指示に従わなきゃいけないっていうことで、開催されるはずなんですよ。なんで、来年ね、神奈川選手権出るんですけど、ミスター神奈川優勝することを目標として、来年やっていこうかなと。思っています。もちろんね、それ以外の大会でも出れるんだったら出たいんですけど、来年は、食事を見てもらうね、まあ、トレーナーの方もついてもらうんで、あとね、ホモの人たちにね、羽賀くんかっこいいって言われたいんですよ。振り向いてもらいたいんですよ。で、あと、体とかを SNS に上げて、すごい、チヤホヤされたいんですよ、そっからも。だから、来年頑張りたいですね。やっぱり羽賀はすごかったってところをね、ちょっと見せたいなと。毎回僕口ばっかなんですよ。口ばっかで結局絞れませんでしたって感じなんだけど、来年こそはね、すごいところを見せたい。みんな期待してて。僕のことだから、まあ言うことをこれからちょくちょく変わっちゃうかもしれないけど、ね、今まであんま人と比べるとかそういうことしてなかったんで、だけど、来年はね、ちょっと勝ちたいです。ということでこれから過ごしていこうかなと思っております。じゃあね、今日も一日頑張ろう。美しくなあれ。美味しくなあれ。ね、マジ時計がうるさいんだな。ちょっとさっさとメルカリで売りますあの時計は。はい、今日の朝飯はね、本当にね、もう本当生活習慣見直したはずなのに改まってないよ。今日の朝飯こんな感じです。足でね、挟んでてごめんなんだけど、心を込めてね、ハガティいつも梱包してます。もっとね、たくさん売れるといいな。おっそら、ほも新宿2丁目最強のバルク、ハガセブンです。はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、今回もですね、ぼやき動画ですって内容はですと、あ、ごめんなさい。トレーニング前の食事です。今年はね、まあ、比較的、てかま、ほんとちゃんとリーンな飯をね、食い続けてるから偉いと思います。後でね、インスタライブするんで、暇な人ぜひ見てください。ライブ楽しい！あ、ごめん、おならしちゃった。メンマメンマ。これじゃないんだよね。こっちじゃなくて、
のね、高い方のメンマ美味しいんだよね。あ、おい、おい、おならしちゃった。おい、キムチあったぜ、おい。トイレしたくなったからジムに戻るぜ、おい。ほら。はい、ということでごちそうさまでした。今日のね、ご飯の風景は飯動画の方にまとめてありますので、どうか皆さん飯動画の方見てください。何食ったっけ。牡蠣とメンマ食いました。はい。俺のパンチはダイナマイト、ブンブンブンと。ということでお疲れ様でした。じゃあね、明日のルーティン動画もお楽しみに。